こんにちは。資産ですね。まあ、人の経験とか知識ってのは確かに資産になり得るんですよね。ただ残念ながら何をもって資産となすかっていうと、やっぱ元になる経験とか知識がある。一定のスキルがある。それがお金というものに交換できる。そのレベルまでいけば資産と言えるんじゃないかなと。すべての人にはやっぱりね、知識や経験っていうのがありますし、 まあ、おばあちゃんの知恵みたいなのもあったりとかねあ、なるほどって思わせるものとか、あ、それ面白いねってアイデアってみんな持ってると思うんですよ。でも残念ながらそれがお金に変わったり、食品に変わったり、ガソリン代に変わったりとかね、別のものに交換できれば資産なんですけども、ただ何も生み出さずにそこにあるだけっていうのは資産ではなくって、これは廃墟に近いんですよね。あの私ね、結構廃墟好きなんですよね。 最近でしたら限界ニュータウンとかね廃墟団地とかねいろいろあるんですけども、まあ、例えば廃墟の団地があるとしますもう今では使われてない団地でどんどん朽ちていって誰もそこに住めないしんで朽ちていってますんで結構ね倒壊の危険とかがあって当然中に入ることはできないんですよで長い間不動産を使わないと電気系統もやっぱ基板が壊れたり錆びついたりとかして もう使えないんですよねもちろん水道配管も錆びついてもう飲めるような水は出ないでしょうしそもそも水道止まってると思いますガスも来ないですよね、まあ、そのぐらい建物っていうのはね全てのそういった不動産にしてもまあいわゆるものですよねそういったものっていうのはずっと何かしかの利益を生み出さないと廃墟に向かっていくんですよだから立派な 不動産物件団地もできた時とかは利益を生み出して多くの人を喜ばしていたんでしょうが人が来なくなるいわゆるトラフィックがなくなるとどん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 腐って錆びていってお荷物になっていくんですよねじゃあ人間の知識や知恵はどうでしょうかやっぱり一定のレベルでそれをお金に換えてる人がいるのも事実です、まあ、例えば相談料とかねカウンセリングとかね面談とかね おしゃべり会とかでも費用がかかる場合があります。まあセミナーとかも有料のセミナーありますしね。だから人が何か自分の知識や経験を話すっていうのは、まあお金が必要だったりするわけなんですよ。お金を払ってでも聞きたい話っていうのは、やっぱりそれが資産化してってことでしょう。だって知識や経験はもう動いてないのに、そこから何回も何回も現金を取り出していくっていうことですからね。これが例えて言うと、工場ができて、 その工場で毎日服なら服を生産してます。その服を買う人がいます。だから工場があるってことに対して利益が生み続けられるとで。そこには従業員さんも集まるし、お客さんも来るしみたいなね。そんな感じだと思うんですよ。トラフィックが盛んだとも言えるでしょう。じゃあ自分個人に置き換えてみると、自分の発信してる知識や経験ってのはトラフィックを生み出してるだろうかとかね。 集客してるだろうかとかとねお金に変わる売り上げに変わってるだろうかっていうこともあると思うんですよ。さあどうなんでしょうね。自分は20年30年、場合によっては50年60年生きてきて、その人生を現金化できるほどに、まあ、高めていけてるだろうかどうかっていうね。いや、そんな特別な経験とか自分はないですからっていう人もいますけども、いや、YouTube を見てる限り、昭和、 30年代40年代の街の風景っていう白黒の写真をただ音楽とともにさーっと流してるだけの動画もあってアクセスが10万回20万回なんですよ。じゃあその写真自分で撮った写真ですかって絶対違いますよね。どっかからパクってきたやつですよね。うん、そういうふうにでに自分に知識や経験がなくてもお金を生み出すそんな素材はインターネット上にたくさん落ちていてそれを集めていわゆる 切り張りしてねでまたインターネット上に戻してあげるとその手間賃も入るってことになってるんですよいやすごい時代ですよねもうもはや自分に経験や知識がなくてもお金だけは落ちてる無限の無料のものから編み出せるというね、まあ、まさに無から有を生む時代永久期間がここにできたんじゃないかなと思いますねで私も FX 今ねやってますけども FX 自体でお金を稼ぐこともできますけども、その知識や経験をお金に変えることもできるんで、まさにダブルインカムですよね。うん、でも未来英語 FX があるかっていうと、これはね、私はね、もうすでに見えてるんですよ。FX は人間がやるものではなくなると思います。あの、今私テクニカルっていうのをやってるんですけども、テクニカルってね、どういったパターンが来たら将来的にどうなる可能性が高いかっていうことなんですよ。だから、私の 個人の思考じゃないんですよね。テクニカルをただ当てはめてるだけなんで、テクニカルって言えば数学で言ったら公式なんですよ。その公式を今自動的に算出して、自動的に動いて、自動的にエントリーしたり、ロスカットしたり、利益確定する仕組みが今のところまだ FX の世界ではまだ確立しないんで人間の方ができるんですよ。でも、量子コンピューターが出てきて、 AI が搭載されるともう人間の処理速度なんて落っつかないぐらい正確なトレードを機械がやるようになると思いますですんで今はまだね人間の方が優れてるんですけどももう本当に数年ぐらいしたらね多分もう人間以上に簡単にコストなしでトレードを繰り返してくれる AI システムっていうのができちゃうんでまあその時はね人間が FX をやるっていう時代は過ぎるでしょうねうん。 株も不動産もだから人間はやらなくなると思います。もう投資なんてのはまさにね、自動でいいんですよ。自動になっちゃいますよ。まあ、その時に初めて、私は思うんですけども、ベーシックインカムっていうのも完成するんじゃないですかね。自動的にお金が生まれる仕組みが世の中にあって、で、それは主に今でいうトレード、投資っていうものに全てに行き渡るわけですから、投資家はその時いなくなってですね。 投資っていうのは自動で行われる自然災害とか戦争のリスクとか食料があるないとかエネルギーがどうこうなってるかっていう全てのファクターを人間では処理できない全てのね数万件数十万件あるファクターを取り込んで一瞬で算出してこっちに資金を振り向けてこっちに次の瞬間変えるみたいなことがバーッと行われてね人間ではかなわないと思いますその時代が来るということは投資を一通りやってきて私はねよく分かってますんで 人間がお払い箱になる時は来るはでしょう投資自体はなくならなくても投資の世界で生きていく人はいなくなると思いますね。これ例えと言うと何があるかなうん,なんか自動で行われてるものってあるんじゃないですか自動ドアみたいなのどうですかね自動ドアって電気が通じてる限り一定のパターンで開いたり閉めたり繰り返すでしょう。だから あれぐらいの自動ドアと同じぐらいのレベルでトレードっていうのが自動で開いたり閉じたりする時代はもうすぐそこまで来てるというふうに思いますだから永遠っていうものはねなかなかないんですよねでもインターネット上の情報知恵や経験を吸収してそれをインターネット上に返すというこの永久期間はこれからもどんどんマーケットを広げていくんじゃないかなと思いますインターネットが本格的になるのはまだまだこれからですぜひねまだ 参入してない方もインターネットで稼ぐという方法に目を向けてみてはいかがでしょうか今回は永久期間ということでお届けしましたいってらっしゃい